ようやく街が見えてきたな。やっと休めるぞ。今日は私が夜ご飯を作ります。途中で拾ったこの山菜とキノコで。すぐに捨てろ。今日の宿の予約は犬太郎の番だったな。この辺か。行く。どうした、まさか。なんですか。あっちですよ、音声案内がそう言っています。 1.5km 先、右折です。まだ結構先じゃないか。とにかく夜が更けないうちに。まだか犬太郎。ナビが全然聞こえなくなったが。行く。ここです。おい犬太郎、予約を忘れたなら素直に。ダブルしか空いてませんでしたが607号室です。ピッ。勝手に先に進めるな。出るときはカードキー忘れないでくださいね。オートロックなんで。ああ、ごめんごめん、よくやっちゃうよね。じゃないよ。お、これはウェルカムフルーツですよ。気が利いてますね。そこに生えてただけだろ。明かりはどこでつけるんでしょうね。ホテルってスイッチがどこにあるかわからなくて探しちゃいますよね。マッチあるから、そんな頑張んなくていいから。よいしょよいしょ。何してるんだ。ダブルベッドです。シングルにもなってないぞ。私は床で寝ます。地面な。やっぱりちょっと硬いか。いくらなんでも私のふわふわタイムは一本も差し上げませんよ。無理です。毎日キューティクルが欠けないように丁寧にヘアオイルを。そんなこと言ってないから。今日ほとんど飲まず食わずだったな。そういえば確か干し肉の残りが。それには及びません。もしもし、フロントですか。ルームサービスをお願いしたいんですが、スペシャルおにぎり夜食でお願いします。それ誰と話してるんだよ。もういいから寝よ犬太郎。僕たちは旅人だ、こういうこともある。平和のためならどこでも寝れるぞ僕は。寝ました。寝てないぞ。しょうがないな、私の淡い初恋の話でもしましょう。頼んでないぞ。もう遠い昔の話です。私は勇気を振り絞って電話をかけたんです。2名ツインルームでって、朝食アメニティ付きのデラックスプランだったんです。でもうっかりチェックインの日付を間違って伝えてたんです。慌てて電話したんですが、もう今日の部屋は空いてないって。どこが初恋の話だ。まあそういうこともあるよ。言い訳なんてせずにすぐに言うことだ。眠くなってきました。おっといけない。もしもし、モーニングコールお願いしていいですか。はい、11時にお願いします。遅くないか。え、チェックアウトが9時まで。じゃあいいです、11時まで寝てます。もっと早く起きろ。コミックスは各電子書籍配信サイトで発売中。漫画は週刊コロコロコミックで連載中。よろしくお願いします。